続いてレース中にお尻が痛くなることはありますかという質問です。なんでお尻なんですか。この方は我々一緒にレースゲームやってるんですけど、いつもケツが痛い。ああ、僕もシミュレーターではそういうのありますよ。腰。だからずっとほらこうやってずっと座ってらっしゃるわけなんですよ。ただレースってやっぱりそのアドレナリンがものすごい出るんで、例えば。レース前って結構水飲むんですよ。その走ってる50分1時間半水飲めないんで、僕ボトル積んでないんで、僕は僕いらない派なんですよ。レースで飲まないんですか。はい、まあ積む時もあるんですけど、僕は今まであんま積んでなくて、なんでその前に飲むんで、もうスタート直前とかもうものすごくトイレに行きたくなるんですよ。ああ、ため飲みしてるからね。飲みだめしてるから。なんですけど走り出したらもう一切その感覚ないんですよ。なんでかというとアドレナリンで全部こう分かんなくなっちゃうんですよ。でレースが終わってもうまだその感覚が戻ってこなくて、30、40分してあーっと突き出したら、あ、トイレ行きたいってなるんですよ。感覚なかったらダダ漏れじゃないですか。いや、だからそういうそれ麻酔じゃないんだからそういうことじゃないんですよ。だからそういう感じなんで、だから汗かいたりするからだんだん蒸発していくわけでしょ。そうですね。だから1回あったのが、僕 F1 テスト初めてしたじゃないですか、2017年に。あの時に僕水6リッター飲んだんですよ。1回もトイレに行かない。飲めるもんなんですね。あの時ハンガリーで40度だったんですよ、気温が。めちゃくちゃ暑くて、もう滝のような汗が流れてたんで、多分僕の膀胱から水分を吸収、本当だと思うんですよ。それぐらいやっぱこう発汗しちゃってたから、ほとんど休みなく走って、そうずーっともうニューセットニューセットニューセットみたいな感じだったんで。だから面白いなとも思いましたけど、だから本当にやっぱアドレナリンが出ちゃうとそういうのを忘れちゃうんですよね。普通だろうが風邪ひいてようが、その15分20分30分わかんないですけど、その集中力があるうちはもう完全に忘れる。で車降りた後もあれなんかお尻痛いってことはないんですか。あ、でそのレース終わってもう靴ひもが結べなくなるぐらい腰が張っちゃったとかはしょっちゅうです僕は。ただなんか最近はそのフィジオの人とかも来てもらうようにしてて。でマッサージをしっかり毎回受けるとそういうことなくなりましたね。やっぱケアが大事ですよ。ケアはね。そうだからシミュレーターでもやったらちょっとストレッチするとかいうケア、今売ってるじゃないですか、電動でブルルルみたいな。あ、ブルブルみたいな。ああいうのでちょっとやったらそれも多分減ると思います。これ結構アドバイスいいと思います。これは生きると思います。フィジオとか連れてきてる人少ないよね。いやでも最近増えてきましたね。トップドライバーはみんなやっぱ連れてきてて、でやっぱりそのスポーツ過酷なんで、で SFGT ってやっぱ連続が多いですし、移動だし、だそういう部分ではやっぱもう本当に、まあ、チームもそれを分かってきてる、環境がもうできてきてるんで、それはまあヨーロッパにこう、近づいてきてるなんだと思います。昔はなかったんでしょうけどね。普通走られてた時がご自身でそのフィジオさんを契約されてました。あ、そうなんです。それは個人で契約する。そうですね。交渉してイギリス人でイケメンのルークってやつがいたんですよ。そうそう、写真多分ここで出ると思うんですよ。お尻に注射されてる写真が出てきた。お尻に写真を撮ったのがルークです。ああ、なるほど。懐かしいということで、レース中は、アドレナリンがバンバン出てるんで痛くないということでございますが、はい。アドレナリン。アドレナリンね。はい、続いてモータースポーツを良くしていくために、客観的に見て日本には何が不足していると感じますか。最近散財したなぁと思う買い物はありますか。またそれは何ですか。全然違うタイプの質問ですね。はい。モータースポーツに対して。やっぱり見てもらわないことに始まらないと思うんで、僕の口からね勝手なこと言うのはあれなんですけど、やっぱり今は人気のある若い世代に特に人気ある YouTuber とかをレースにもっとこう触れ合ってもらって取り上げてもらって、やっぱりそのサイトで告知とかテレビで告知っていう時代よりも、今はそっちよりもいつでも見れる YouTube の方が人見てるじゃないですか。YouTube でそれこそ F1 ライフでも同じですけど、例えばねその案件として仕事をメーカーが F1 ライフに依頼して、でそこでサーキット来て取材してもらうみたいな、そういうのが一番なんかダイレクトにマーケティングにつながるんじゃないかなって僕は思うんですよね。だからその YouTuber で有名な人いるじゃないですか、ヒカキンさんをはじめ、そういう人で子供が見てるんだから、年齢層的にも、そういうのなんかオーガナイザーやったらいいんじゃないかなって思っちゃうんですよね。ノブ選手の NSX500 の助手席つけてヒカキンに乗せましょう。それめちゃめちゃいいアイデアですよ。フォーミュラでもいいですし、二人乗りのとかでもいいじゃないですか。別に SF じゃなくてもいいんだし、こういう世界観なんですよ。 YouTuber 集まれっつってみんな乗車していいですよって、ビデオ回していいですよって。太郎さん簡単に言いますけど、ヒカキンさん呼ぶのこれやばいっすよ。めちゃめちゃやばいっすよ。でも多分それ以上に多分原因がね、あるって思うんですけどね。世界が間違いなく広がる。そうだって、登録者数何人でしたっけ、あの人。すごいことですよね。しかもスーパーフェアとかがリーチできてない若い世代に。そういや、ほぼだって、ヒカキンさんが「あ、面白そうですね」って言ってもらえる企画書作って持っていくしかないですよ。興味を持ってもらわなければ、そうしないとこれになっちゃうから、仕事になっちゃうから。まあ当然お金は発生するんでしょうけど、だからずっとなんかあの人口で楽器やるんですよ。あ、ビートボックスね。だからその500の助手席で全開で走ってそれができるのかっていうチャレンジ。何を演奏してるんでしょうかっていう。でお客さんはそれを当てるっていう。そう、あれ蓮知ってます？長渕蓮選手。まあ今はもう歌手してますけど、ああはいはいはい、知ってます。彼はレースやってた時にヒカキンさんとコラボしてるんですよ。お、すごい。彼に頼んだらなんとかつなげてくれるんじゃないですかね。まあレンがね、最近レースは来てくれてないからわかんないですけど、まあこの間でも茂木かなんかであったんですけどね、 GT の時に。まあね、そういうルートはね大事だと思うんでね。なるほど。そういうのは大事だと思いますね。はい。もう一つ別のね質問ですけど、散財。いやー、また買っちまったみたいな。まあそれはこの後ろに見えてるでしょ。ちょっとこう微妙にね、微妙に。これですよ、これですよ。もうレーサーなんで、もう毎日車乗らないといけない。ただ乗れないじゃないですか、現実。これですよ。これすごいですよね。とか言って、今日僕久々につけたんです。いや、埃はかぶってないですけど、そしたらハンドルが動かないって。でさっき電話したんですよ。作ってくれた。これは結構ね、これ何人ぐらい諭吉が集合する集合っつったらこれ。いや、数字っていうよりも、もうその家庭で買える、まあ家庭で買えるっていうか、そういうふうに売ってる一般の人が買えるその中の最高峰のパーツをつけてるんで、ただまあちょっとサポートもねしてもらってるんで、ね、ちょっとね、まあそこは役得というかはありますけど、まあ結構高いです。それもね、個人のお宅にあるっていうね。はい。で、なんて言うんでしょう、GT とかね優勝するとちょっとね賞金いただけるんで、僕はそういうのをまあ使って、まあそれが結局自分の体にもなるかなと思って、まあ一番どうせならいいの作ろうと思って、いろいろヨーロッパの人と相談して、オランダにね僕友達がいて、有名なレッドライン。マックスとかが所属してる。でそのうちの一人が僕友達なんですよ。一人のアッツェってやつなんですけど、そいつにいろいろ聞いて、これがいい、これがベストはこれだって教えてもらって作ったんで、結構ねかかりましたけど、でも良かったなと思ってます。あ、なるほどなるほど。まあまあこれがまたね、この仕事の、そうそうそう、これでそれこそやっぱすごい速いやついるっすよね、世界に。なんかそういう人の走りを、あ、こんな走り方あんだみたいな、ラインあんだみたいな発見が実際現実で使えるか使えないか別としても、知るだけは損じゃないなと思うんで、知って実際やってみてもいいですし、現実でっていうのがあるんで、あ、いい買い物したと僕は思ってます。なるほどなるほど。なんですけどちょっとね最近やれてないんですけど。あ、でこれ本当にこの間それこそ平川亮、ね、ヨーロッパ行く前に、ここでバルセロナでレースしました、 F3 で。あ、そうなの。僕勝ちましたよ。あいつクラッシュしてましたよ。なんかもう知らない人とぶつかってましたから、お前ぶつかったら俺が行こうって言ったらよかった。そうですね、亮もねやってるし。やっぱり例えば F2 でレースしてたやつだと、もうここでつながれるで、そういうことですね。そのチャットでいろんな情報を得られるんですよ。私俺ベックやってどうのこうので、こういうオーナーでどうのこうのとか、こんなことが起きたとか。でもこれがないとやっぱつながりがあんまないんで、コロナもあって、だからそういう意味でもすごいいいなと思います。じゃあこれきっかけでね、突然パッと呼ばれて、じゃあ今から行くわ、何時のフライトだみたいなね、そういうふうにもなる可能性だってあるし、これから伸びる世界だと思うんで、で実際になんかもうすごいっすよ、リアリティが。海外に呼ばれても大丈夫なようなヘルメットとかも作ってたわけですね。そうですね、デザインして、で、まあ、やっぱりこういうのはすごい人はやっぱすごいからすぐそんなの一瞬でできちゃうし、僕があれですよ、勝負し4年に言いたいんですけど、僕と勝負しました、これでね、あ、これで絶対勝つから、絶対負けない。もう治ったから大丈夫、治ったら大丈夫です。ちょっとそれ別企画でやりましょうか。やりましょう、やりましょう、全然オンラインでね、いくらでも全然、アイレーシングありますよね、だって全然できますよ。逆に視聴者の人でもね、全然いい。だからみんなね、たくさんの人に参加してもらって、それがね、こう広がることでね、もうさ、そう楽しく行こうぜっていうことですよ。何言ったらそういうのもどうせコロナなんだし、やることやることないでしょ。じゃあちょっとそれは本当にやりましょう。やりましょう。よろしいですか。やりましょう。じゃあアイレーシング、そうアイレーシングで、アイレーシングを使ってノブ選手とヨネアンと一緒にそうで、そのなんかそれも動画にしてもらって、田野さんはそれでなくても皆さんの10秒落ちなんで迷惑かけちゃうんで、喋ります。そういや、正直嬉しいです、そういう交流があるのは。あ、じゃあぜひ、じゃあ太郎さんの代わり、太郎さんはちょっと刺客を送ります。刺客を送ります。関西の刺客を。すげえやついるんですか。 GP2 経験者。誰 ?GP2 誰。あ、佐藤さん。そうそう、はい。かかってこい。あ、君はかかってこいって言ってた。じゃあちょっと連絡するから、代わりに。ぜひ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 お願いします。これちょっと楽しいんじゃない。ちょっとやべえ、あ、スイッチ入っちゃった、また。ああね、そうですね、彼も速いですからね。あと宮田選手、奥さんが走ったらいいんじゃない。え、奥さんも走るんですか。奥さん我々で YouTuber だから、で奥さんのチャンネルでもやってもらって、そっちの方は多分再生数いっちゃうんです。まさか F1 ライフの方が行くでしょ絶対。でも確かにその女性だと思うし、そういうなんていうんだろう、全然違うタレントの人とかって、だからもうフィールドが違うからいいですよね。だから奥さんに MC やってもらってもいいし。じゃあ愛ちゃん、三浦の愛ちゃん、愛ちゃんはこれ余談ですけど、グリッドに愛ちゃん来てくれて、喋り方独特じゃないですか。愛ちゃん可愛らしくて、愛ちゃん何どうなってんですかって言われて、いや全然聞こえなくて、全然聞こえないよとかって言ったら、それカットされずに使われてて、あ、見た、それ見た。そう愛ちゃんに申し訳ないんだけど、でも僕結構愛ちゃん仲いいんですよ。昔から知ってるし、カート時代からね、それこそもう15年ぐらいなんで。そんなことないんだよっていう、そんなことないんですよ。だからそういうのはいいですよね、女性が頑張ってくれて。あと太郎さん、あれジュジュちゃん頑張ってるじゃないですか。あ、ジュジュちゃん、はい、ジュ選手、はい。でもジュジュちゃんとかミキハウスとかね、ミキハウスさんとかも大企業がついてる、 T ポイントさんとかね、そう頑張ってほしいですよね、本当にね。ジュジュちゃんも太郎さんを応援する。そうなんです。あ、ちょっとやばいなそれ。去年ひどかったなんですよ。ちょっとジュズちゃんもね、ちょっと独り立ちしないといけないってことかな。そうだから、それも先日スタジオ来ていただいて謝ってきました。野田さんにも謝って。いやでもああやってなんて言うんでしょう、話題作りができる人って少ないですからね。本当に頑張ってほしいですね。ね、今年今彼女もね、ちょっと16歳になりますから、こうね、選択肢がガッと広がるんで。え、今年はどうするんですか彼女は。去年お会いした段階ではまだ決まってなくて、いくつかでもなんかたくさんできるだけ出られるものにそうですね、勉強したいということで、それはいいと思いますよ。なんかね、手伝えることがあったら全然言ってください。いいですね。だからジュジュ選手とノブ選手がシートし合って、やっぱりル・マン出るしかないね。ル・マン耐久レース、耐久だから、ウェック出て、だからル・マン出て、いいじゃないですか。僕ね、喋ったことも会ったこともないんでわかんないんですけど、でもああやって若い子がレースをっていうのがこうメディアに取り上げられるのは一番大事なことだと思うんで。いや本当そうなんですよ、大事なことなんだね。もっとね、頑張ってほしいです。はい、性格は似てます。大丈夫それ。大丈夫。あ、でもね、何かそういうね、ご縁があるかもしれないね。はい。レースね、盛り上げないといけないですよね。ということでね、はい、日本のモータースポーツを良くするために、まずはアイレーシングカップをやりたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、続いてノブチャンネル今後の予定は？ね。言うてもなかなか一緒に手伝ってくれてるスタッフがどんどん現場に行って取るってことはできないんですか？いや、その予定だったんですけど、まずパスが出ないんですよ。GT もそれはそのコロナだからってこと？制限で SF に関しても来る、3週間ぐらい前から体温報告を全部して PCR 受けてとか、もういちいちハードルが上がっちゃったんで、藤井君っていう僕の一緒にやってくれてる人も、昨日も実は一緒にいたんですけど、なんとかしねえとなとか話してるんですけど、あれってやればやるほどいいとは思うんですけど、いかんせん僕もレースしかないんで、だからこの間投稿したのなんて僕がこうやって。カメラ持ちながらインパルの中をぐるぐる回ったとかいう謎の動画、編集一切なしですよねっていうのしかやってないんで、だからその辺もその、GTA さん JRP さん含めて、やっぱりチームドライバーがもっともっと発信できるように規制も緩めなきゃいけないし、もちろんきちっとした誓約書は必要だと思うんですけど、ルールを守る人に関してはもうどんどんやってくださいっていう、結局あれもダメこれもダメって言うと結局何もできないできないんで、僕らが言ってもできないんですよ。動画はダメ何はダメってなっちゃうんで、そうするとやることなくなっちゃうで、じゃあ行かねえみたいに。まあそうですよね。メディアの僕は19年に普通に戻れた時にやっぱ自分なりに決めたのは、やっぱメディアの人、ムッシュ柴田さんはじめ米谷さんたちみんないっぱい来てくれてたじゃないですか、ヨーロッパに。太郎さんもその人たちに別に気に入られようとは思わなかったんですけど、聞かれてることがいかに大事なことかっていうのは再確認してたんで、あの時やっぱその伝える人ってあの人たちしかいなかったんで、国内に。だからそういうメディアの人たちへの対応っていうのはめちゃめちゃ大事だなって、あの時僕学ばせてもらって、17年の時なんてひどかったですよ、多分今思えば。もうずっともう米谷さんまだまだ今思えばちょっと申し訳なかったなって思うんですけど、僕も最初そうでした。僕はその国内で時々お見かけするぐらいでしたけど、なんかすごい難しい方なんだろうなと思って、たまたまヨニアについて、あれ茂木だったっけね、茂木で初めてちょっと僕ただ隣で黙っていただけなんですけど、話聞いててこの人すごいなって思って、ちょっとそこで惚れちゃったんですよ。すごいこんなドライバーがいたんだと思って、でも応援したいけどちょっととっつきにくいなっていうのが最初の印象だったんですよ。実は先週というか結構前の話かな、この動画の上がる時に柴田さんと今井さんとね食事してて、その当時の話で盛り上がるわけですよ。お前はこんなんだったとか、ああでもないこうでもないってぐちぐち言われるんですよ。それ聞いてたら逆に面白くなっちゃうって、マジかって思って、そんなことしてたんだと思って。だからそれでスタジオ来てもらって YouTube 初めて撮った時に、こんなに喋る人だったのと思ってでも人を選んじゃうんでしょうね、多分僕って結構。それでだからあの時もすごい最初はドキドキしてたんですよ。大丈夫かなみたいな、ちゃんとねまともに話すことないし、こいつ誰だと思われたらどうしようみたいなチャラチャラしてるしやべえなみたいな、もうふざけた質問しないでくださいって言われたらどうしようみたいな。全然そんなことなくて、それでごめんなさい応援しちゃったんですよ。全然応援は嬉しいです。ノートに書かなければ大丈夫です、でもいやもう本当に YouTube もこうやって頑張ってくれてて、まず僕がこうやって呼んでくれることは僕にプラスですから、本当に。まあいろんなね賛否いろいろなんでしょうけどね、いろいろ言う人たちにはだけどファンの人の方が多いですから、やっぱそういうのありがたい活動です。ファンの人たちのためにもじゃあ今年は頑張って。いや頑張ります頑張ります、本当に月1。もう全然言っていただければ。のぶチャンネルね、のぶチャンネル。あ、僕もね。のぶチャンネルね。そうですね。そこはまず頑張らないと。やらないと。もう何ヶ月も更新されてない方が、そうそう。そうされてない方に、そう。タロチャンネルもほとんど更新してないんで。更新してない同士でコラボするっていうのもありですね。そうですね。いやでもね本当に大変なんですけど頑張らないとなと思ってます。頑張りますよ。有言実行します。はい。そういうことなんですよ。はい。